はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、スーパーロボット超合金大獣人です。恐竜戦隊獣レンジャーバンダイ2012メイドインチャイナ魂ネーションということで、初のスーパーロボット超合金ですね。はい、大獣人こちらでなります。スーパーロボット超合金に進化すると5体の守護獣が今必殺超伝説雷光斬りかな、うん、はい、2000万馬力の巨大超人すごい、はい、エフェクトもついててマンモスシールド、そして大獣人ビームエフェクトということで、はい、こちらになります。それでは開けてみていきましょう。はい、すっとパカ、初めてなんで、ね、どんな感じなんだろう。おお、はい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 、はい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 、こんな感じね。さあ、おお、すごいね、すごいっすね。おお、手がパーツがね、おお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 、すごいね。パーツの動きがすごいね、これ。しかも、ああ、お腹の部分とかも、こんなに稼働するんすね。超合金なのに。うわ、すげえ。うわ、あ、これは本当にすごいわ。こんなに動いちゃうんすね。はっはー。すごい。尻尾はさすがに動かないですね。首もね、すごいっすね。腰の部分もやっぱり。足、これ危ないですね。この角ね。お、お、お、え?あ、すごい動きますね。さすがに、これが限界ですけど、めちゃくちゃ動きますね、本当に。うわ、膝もすごい。え、これもしかしてだけど、ライダーキック決めれちゃう感じ?うわー、できそう。まあ、できなくはないですね。すごい。これはすごいなぁ。はい。すごいです。立たしてみますか。おぉ、立つね。もちろん立つね。もちろん立つ。そして、マンモスシールド。おぉ、おぉ、おぉ。あ、そうか、パーツをね、手首のパーツを差し替えなければダメと。このパーツをこう入れて、おぉ、手首パーツは、あ、結構簡単に取れますね。スポッて感じ。はめるときも、あ、意外とはめやすいですね。ジャキーン。どや。どや。そして、剣。これなんかも、すごそうでござんす。あ、なんか塗装がついちゃってますね。ここね、銀でね。よいしょ。よし。よし。はい。これで、いいですね。すごい。ちゃんとしたポージングが僕は本当に苦手って、どうしようもないですね。シュッ。なんか、これ、結構、よし。むずいっすね。そして、おうおうおう、びっくりした。このエフェクトはどうやってつけるのかな?頭。あ、つながった状態で?今、つながった状態で?穴がある。おう、ん?角の部分。ここにぶっ刺すのかな?え?ちょっとわかんない。一応が図のようになりまして、こう、刺さってる感じになってるんですけどね。ちょっと難しいな。で、これは、おー!こんな感じで刺すんですね。でかい!はい。すごい。でかいっすね。ちょっとやっぱフィギュア系は本当に苦手ですね。なんか。ロボットも苦手っちゃ苦手ですけども、
なんかこう、なんて言ったらいいんでしょう。なんかちょっとどうレビューしていいのかなと思っちゃいますよね。熱い。終わりでいいですか？ ちょっとやる気が出たらね、申し訳ない。やっぱね、苦手ですわね。何時もそうですけども、申し訳ないですね、本当に。レガシーのメガゾードと、普通に大獣神を持ってきてね、並べて比較とかすればいいっすね。ちょっとすいません。本当に今日はこれですいません。また次回 次回ね、レビューします。レビューというか、これのね、比較をちゃんと持ってきてやりたいと思います。すいませんでした。で、あとね、超合金魂で出るっていうことをね、僕も伝えなかったです。まあもう知ってる方は全然知ってると思いますけども、それはね、本当に超楽しみですが、レガシーバージョンの金型を使って同じような出来にするのであれば、僕はちょっとね、価格をちゃんと見据えて買おうかなと思いますね。やっぱり、金額がね、だけが高くて、超合金魂っていうブランドでね、やっぱ、こう、高いってなってると、もったいない気がするんでね、普通にレガシー版で楽しめるじゃんってなっちゃうんで、やっぱりそこはね、考えたいと思います。だからね、そういう観点で言うと、戦隊職人のダイノバックラなんかは、ちゃんとした出来なんですけども、やっぱね、レガシーのバージョンのマイティーモーフィンのね、パワーモーハを金型使ってるんで、ほぼ一緒なんでね、価格がすごい落ちてますよね、5000個限定なのに。だからあんまり価値がやっぱないですし、そういうことになってしまうと、持っててもちょっと残念な気持ちになってしまうので、まあ多分コレクションとしては多分間違いなく買うとは思うんですけども、やっぱ新品でバカみたいに3万とか4万とかするんだったら、ちょっとさすがに考えちゃいますよね。やっぱもうちょっとね、価格が落ち着いたりとかしたら買おうかなと思っておりますので、ぜひね。その時までお待ちください。それでは、また明日。